안녕하세요. 도쿄 한국어 문과의 세종학당 이남금 또 모시마스. 前回は 한국어의 수지の中で 한스시를 勉強しました. 今日は 고유고 漢字語の 影響じゃなくて 고유고から来た 고유수시를 勉強してみます. じゃあ、固有語で作られている数詞は何なのか見てみましょうか。じゃあ、まず1は、花。花。2は、둘。둘。3は、셋。셋。4は、넷。넷. 고와 다섯. 다섯. 노크와 여섯. 여섯. 시치와 일곱. 일곱. 하치와 여덟. 여덟. 큐와 아홉. 아홉. 주와 열, 열. 자, 前回まで 学んだ 漢字語 수시와 1, 2, 3, 4, こういうふうに読んだんですね。 今は 1 から 10 までが 違います。 これはいわゆる 日本語だったら 1つ、 2つ、 3つ、 4つ みたいな それにあたるものです。 じゃあもう一回言ってみましょう。 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 20はどうなるでしょうか。11だったら열하나すればいいでしょ。열하나。12だったら열둘、열둘。13だったら열셋、열셋。こういうふうに組み合わせればいいです。20は、漢字語は、2と10を読んだら、둘、열。こういうふうにすればよかったんですね。でも、固有語はそれと違って、10単位のものがそれぞれ決まっている名称があります。じゃあ、20は、スム、スム。30は、サルン、サルン。40は、マフン、マフン。50は、쉰、쉰。60は、예순、예순。70は、일은、일은。80は、여든、여든。90は、아흔、아흔。100は、백。1000は、천。じゃあ、100から1000万は同じです。漢字ごと。それで、100千万でいいですよ。ただ、10単位が全部違いますね。もう一回10単位見てみましょう。10は10、20は20、30は30、40は40、50、50、60、60、70、70、80、80、90、90。そうすると、11だったら10、1でいいし、22だったら、スムール、これでいいですね。で、33だったら、ソルンセ。44だったら、マフンネ。こういうふうに組み合わせます。つまり、1から10まで覚える必要があるし、10単位で10、20、30して100まで覚える必要があります。じゃあ、では、これをどういうふうに覚えればいいか。歌で覚える固有語。じゃあ、固有語数詞は歌で覚えたらちょっと簡単に覚えられると思います。3コマ、2コマ、3コマ、インディアン。4コマ、5コマ、6コマ、インディアン。7コマ、8コマ、9コマ、インディアン。10コマ、インディアンボーイ。皆さん、インディアンの歌ご存知ですか？ 1 little, 2 little, 3 little, インディアン。その歌ですね。ここに
꼬마っていう 조수식이 ついてるけど 꼬마와 ちびっこという意味で 한꼬마 하나가 조수식の前では 한として変わります 実は 하나꼬마ですが 조수식が 後ろにつくと 한に変わります そして 2つ 둘というのも 꼬마 こういう 조수식が つくと 두に変わって 3も 셋でしたね でも、助数詞がつくと、せに変わります。はん、どぅ、せ、ねまでが、助数詞がつくと、発音が変わります。それで、一人のちびっこ、二人のちびっこ、三人のちびっこ。そういう意味。で、四人のちびっこ。そして、五人のちびっこ、六人のちびっこ、これから十人のちびっこまで数えられる。じゃあ、みんなで一緒に歌ってみましょうか。せーの。한 꼬마, 두 꼬마, 세 꼬마, 인디언. 네 꼬마, 다섯 꼬마, 여섯 꼬마, 인디언. 일곱 꼬마, 여덟 꼬마, 아홉 꼬마, 인디언. 열 꼬마, 인디언 보이. 자, これで, 1から10まで, まず 覚える?자, その次. 열 꼬마, 스무 꼬마, 서른 꼬마, 인디언. 마흔 꼬마, 쉰 꼬마, 예순 꼬마, 인디언. 일흔 꼬마, 여든 꼬마, 아흔 꼬마, 인디언. 백 꼬마, 인디언 보이. これは何なのかというと、 10単位ですね。 10人 のちびっこ、20人のちびっこ、30人のちびっこ。それで、10、20、30から100まで数える練習です。じゃあ、みんなで10単位で歌ってみましょう。じゃあ、せーの。열 꼬마, 스무 꼬마, 서른 꼬마, 인디언. 마흔 꼬마, 쉰 꼬마, 예순 꼬마, 인디언. 일흔 꼬마, 여든 꼬마, 아흔 꼬마, 인디언. 백 꼬마, 인디언 보이. 자, 그래で 1から10まで、10, 20, 30から100まで覚えてみましょう。자, では次、この漢数詞じゃなくて固有数詞がつく助数詞、代表的なものは何があるかとすると、時間があります。それで1時から12時までなんですけど、時間を表す助数詞は時。それで、1時、2時、3時、4時の前にそれぞれ、花、ドル、セン、ネつければいいんですが、この文を表すときは、時間は、ハンドゥ、ハナドゥルセンネ、固有語を使うんですが、文は、この前私たちが学んだ漢字語を使います。それで、イル、イ、サム、サをつけます。そして、先ほどインディアンの歌にも出たんですけど、ハナドゥルセンネ、これは、助数詞が後ろに続くと、ハン、ドゥ、セ、ネとして、音が変わります。それからもう一つ、二十、スムルというのも、後ろに助数詞がつくときは、すむとして変わります。なので、はん、どぅ、せ、ね、すむ。この5つのものは、後ろに単位がつく、助数詞がつくときは、音が変わるということを気をつけてください。じゃあ、ここで、では、時間を読んでみましょうか。はな、どぅ、せ、ねのところに、しというのをつければ、時間を表すことができます。で、1時は、半時、半時。2時は、2時、2時。3時は、3時、3時。4時は、4時、4時。5時は、5時、5時。6時は、6時、6時。7時は、7時、7時。8時は8時、8時。9時は9時、9時。10時は10時、10時。11時、11時、11時。12時、12時、12時。1、2が変わるので、11、12も変わります。11じゃなく、11。12じゃなく、열두こうやって変わるので注意してください。そして1分2分のこの分というのは韓国語で分ですけど、この分はね、漢字語数詞、漢数詞を使うので
注意してください。では 1分 から 10分 まで行ってみましょう。 자, 1분 1분 2분 2분 3분 3분 4분 4분 5분 5분 6분 6분 7분 7분 8분 8분 9분 9분 10분 10분 では 15분 だったら 15분 すればいいし 20분 だったら 20, 20, 20でしょ? 20분 でいいです 30분 だったら 30분 では 1시 10분 だと 1시 10분 ですね 3시 15분 3시 15분 すればいいし 5시 30분 5시 30분 こういうふうに 組み合わせて 言うことが できます じゃあでは 例のように自分の一日を言ってみましょう。どういうふうに言うことができるでしょうか。例えば例が、아침 7시에 일어나요. 일어나요. 起きます. 朝 7시に 起きます. 아침 7시에 일어나요. ということができますよ. だったら、じゃあ 7時 10분は 세수하다. 세수하다は 顔を洗うという意味です. では 7시 10분에 가오 아라이마스. 또요또 7시 10분에 세수해요. 7시 10분에 세수해요. 그리고 아침을 먹다. 아사고항을 타베루. 아침을 먹다. 8시니 이를 닦다. 이를 닦다와 하오 미가쿠. これは 아침을 먹고 8시에 이를 닦아요. 아사고항을 타베테 8시니 하오 미가키마스. 아침을 먹고 8시에 이를 닦아요. 자, 그리고 8시 30분から 午後 5시までですね. 학교에 勉強する. 학교에서 공부하다. 그리고 午後 6시, 18시와 午後 6시 저녁을 먹다. 유광을 타베루. 그리고 오전 8시 반부터 5시까지 학교에서 공부하고 오후 6시에 저녁을 먹어요. 자, 고쟁 8시 한から 30분과 복가노 고토바데 한모 가노ですね. 한와 한국어고데 반です. 그래데 고쟁 8시 한から 5시まで 오전 8시 반부터 5시까지 각고대 勉強して 학교에서 공부하고 午後 6시に 유고항을 食べます 오후 6시에 저녁을 먹어요. このように言えばいいです. では 19시は 夜の 7時ですね. この時 컴퓨터를 하다 파소콘을 する 컴퓨터를 する という意味です. すると 저녁 7시부터 컴퓨터를 해요. 저녁 7시부터 컴퓨터를 해요. 夕方の 7시から 컴퓨터를 します. それから 22시 夜 10시 でしょ? この時は 샤워를 하다. 샤워를 浴びる という意味. 밤 10시에 샤워를 해요. 밤 10시에 샤워를 해요. 夜 10시に 샤워를 浴びます. それから 22시 30분, つまり 夜の 10시 半に 寝る, 자다, 寝る. すると 10시 반에 자요. 10시 반에 자요. 10시 半に 寝ます. このように 시간을 入れて 自分の一日を説明できます. 皆さんも 自分の一日を このように 実感で 表現してみましょう. じゃあそれから固有語数詞がつく助数詞。漢字語の漢数詞がつく助数詞が別にあったんですね。固有語も固有語数詞を使う助数詞が別にあります。その代表的なものの中で、ちゃんというのがあって、
何枚を表します。それで何枚だったら몇장몇장何枚ですか？몇장이에요。 この場合、3枚っていうのは漢字語じゃなく固有語を使います。それで、세장이에요。몇장이에요。세장이에요。 何枚ですか？ 3枚です。じゃあ次、살。何歳の歳が살ですね。これも、何歳ですか？おいくつですか？する場合は、몇살。몇살이에요？몇살이에요？じゃあ、20歳でしょ？20歳は20歳として言えばいいから、固有語で、20살이에요。先ほど、1、2、3、4以外に20が、助数詞がつくとき、発音が変わると説明しました。スムルですが、サルという助数詞がつくと、スムに変わります。それで、20歳ですというのは、スムサリエよ。スムサリエよ。じゃあ、それから、ボン。これは、回数を表します。몇번해요？몇번해요？何回しますか？何回しますか？それで2回するという場合は、두번해요。두번해요。例えばもう運動するとき、この動作は何回しますか？する場合、몇번해요。2回します。두번해요。じゃあそれで、장、살、번。この번は番号の번と違うので注意してください。番号の번は、固有語じゃなく漢字語ですね。でも、回数の本は発音同じですけれども、これは固有語を使います。じゃあ、では、先ほど私たちが勉強したインディアンの歌で、他のいろんな助数詞勉強ができると思います。例えば、한살、두살、세살、インディアン、네살、다섯살、여섯살、インディアン、일곱 살, 여덟 살, 아홉 살, 인디언, 열 살, 인디언 보이. 先ほど 살 っていうのは 사이, 年を 表す. なので 1歳, 2歳, 3歳 の 인디언 すると 한 살, 두 살, 세 살 인디언, 4歳, 5歳, 6歳 の 인디언, 7歳, 8歳, 9歳 の 인디언, 10歳 の 인디언 보이. これで練習できますね。 한 살, 두 살, 세 살, 인디언, 네 살, 다섯 살, 여섯 살, 인디언, 일곱 살, 여덟 살, 아홉 살, 인디언, 열 살, 인디언, 보이. だったら 10歳, 20歳, 30歳 もできます。 10歳 だったら 10살, 20歳 だったら 20살, 30歳 だったら 30살, 10살, 20살, 30살, 인디언. これで100歳 までできるし、 先ほどの何枚, 장, やったんじゃないですか。 だったら 1枚, 2枚, 3枚 のもう T シャツ とか プリンター とか プリント とか 全部できます。 それで 1枚, 2枚, 3枚 の T シャツ すると 1장, 2장, 3장 T シャツ, 네 장, 다섯 장, 여섯 장 티셔츠. 고유니, 니나상가 오보에타이 이런나 조수시오 이레테, 고고니와 메시오 난데모 이레레바 이데스. 고노 우타오 리오스루토 고유고 수시오 오보에야스쿠 나테이마스노데, 인디안노 우타오 제히 렌슈시테미테 구다사이. 마 유튜브 토카데 사가스토 인디안 보이토카 사가스토네 테테쿠루노데, 韓国語で YouTube で検索をしてみてもいいと思いますね。では、固有語数詞とインディアンの歌をまず覚えてみましょうか。じゃあ、今日はここまで勉強します。お疲れ様でした。수고하셨습니다。